さあ今回はですねナレーションを軸にお部屋をご紹介していきたいと思います。初めての試みです。まあ、今桜木町のイルミネーションの映像が映っておりますが、まあ、少し寂しい感じ、冬も本番を迎えて、まあ、かなり寒い毎日を送られている方が多いんじゃないかなと思います。そんな中、今回は横浜市南区の売買物件を内見していきます。今回の物件はですね、2LDK のお部屋で、なんと価格が1680万というかなり格安物件となっています。で、特筆すべきは、フルリフォームマンションですね。1974年築なので、まあ、かなり古くはなっているんですけども、リフォームされているので、中は綺麗になっています。じゃあ早速中を見ていきましょう。さあまずは玄関からですね、かなり清潔な感じがします。そして右側、ドアを開けていただくと、こちらがサニタリールームになってます。そして、さらにですね、左側入っていきますと、こちらがお手洗いになってます。新規交換済み使用禁止ということで、使用禁止と書いてあると使いたくなるような感じがしますがね、今回は我慢します。そして、奥側ですね、こちらがお風呂ですね。お風呂も、新規交換済みになっております。まあ、リフォームされているという形ですね。そして、こちらが独立洗面台ですね、こちらも新規交換済みとなってます。シャワーがついてます。そして奥が洗濯機になっております。じゃあ次真ん中の部屋見ていきましょう。さあ真ん中の扉を開けるとかなり光が入ってくるような形で、こちらがリビングになっております。広々としたリビングですね。そして、左の奥側ですね、こちらキッチンになってます。キッチンも新規交換済みということで、リフォームの恩恵を得られていると、収納がたくさんありますね。そして、まあ、アイランド型ではないんですけど、コンロが別口で、3口用意されているという形ですね。まあ、シンクと別でという形です。そして、リビングに戻ってきまして、次は奥の部屋行きましょう。こちらが8畳ある部屋になっております。2面ガラスがあるのでかなり日が入ってくるかなといった印象です。カーテンがちょっと長くなってしまうのが、懸念ですけども、収納もかなりたっぷりあります。8畳なので、ソファーなんかも置けるんじゃないですかね。はい、では、この寝室を後にしまして、またリビングも広々としてますね。そして、リビング隣の、もう一個の寝室になります。こちらも収納がついております。まあ、かなり広かったですね。こちらは6畳になってます。そして、また最後リビングいっぱい戻ってきますが、リビングを見て、今回は終わりになります。まあ、気になった方はぜひお問い合わせいただければと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。概要欄に電話番号やメールアドレスありますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。またチャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとかなり助かりますので、よろしくお願いします。